ソシエダ久保建英さん、アンデルレヒト戦の採点がこちら。だけ45分でチーム最高か。まあポジティブな要素は久保がいつもよりはるかにペナエリアに入ってシュートチャンスが作れたところ。久しぶりに股抜きからのニアのシュート見たわ。だけ調子悪そう。週明けリーグ戦で木曜にはサウジか。体力持たないな。あれだけシュート決めれなくても採点高いんやな。そこ以外で圧倒してたからな。まあ決めて欲しかったけどゴールは水物っていう見方もあるし、決まらん時はとことん決まらんのがサッカー。決定機ミスあってこれか。後半のメンバーになってからはほとんど押し込んでたし、逆転の目は全然あったんだけどな。久保は守備でも攻撃でもかなり走り込んだからな。2日後のリーグ戦はボロボロだろうよ。ソシエダの監督は週末に久保使いそうだけどな。こんな疲労が溜まった状態でアトレティコ戦も出したらかなり消耗するだろうね。1週間休み与えてほしいわ。サジク奇跡の綺麗なアシストしたのに星1で草。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ぜひお願いします。